일본 탁구는 현재 파리올림픽을 향한 대표 선발전이 한창입니다. 올림픽까지는 앞으로 1년 반 정도 남아있는 상태이지만 22년을 시작으로 총 2년간 선발전을 치르는데요. 8월 중순에 대표 선발전 1안으로 일본 탁구리그인 노지마커 개인전 토너먼트가 진행되었습니다. 이번 토너먼트에 이변이 있었는데요. 그것은 바로 세계랭킹 5위로 일본 내에서 세계랭킹이 최선두인 이토미마 선수가 세계랭킹 57위인 시바타사키 선수에게 8강전에서 패배한 것이었습니다. 이 둘은 작년 세계선수권 32강에서도 맞붙은 적이 있었는데 Look at this. So fast. Look at Ito. Shibata's right there with her. And it gets that momentum change. 그때도 명승부를 펼치며 풀게임 접전 끝에 결국 이토미마 선수가 승리했지만 이번에는 달랐습니다. 왜 그런 거하니? 이토미마 선수는 줄곧 자국리그에 참전을 하지 않고 자신만의 길을 개척하며 탁구클럽에서 홀로 맹훈련을 하고 있었습니다. 많이流されるのもともと好きじゃないですし 私は自分の道を歩きたいなって思ってるので逆にその周りの方にそのなんでないのとかそういうふうに言われたとしてもいや私はそういうふうに決めましたって言える子なので일본리그가개막한지4년이지난이제서야일본 T 리그팀에입단을하였는데요상대했던시바타사키선수는소속팀일본페인트마레츠를창단이후처음으로결승무대를이끈핵심멤버였습니다국제무대에서맹활약하던이토미마선수가아무래도리그무대에낯설음이있지않았나싶습니다시합후이토미마선수의심경은어땠을까요惜しくもっていう形だったと思うんですけど、まあ、1日経って、まあ、新たになんか見つかった課題とかはありますかそうですね自分の卓球がなかなかできないままこう負けてしまう部分っていうのはすごく最近ではやっぱあるのでやっぱりその日本人選手との戦う難しさっていうのは今回の大会、まあ、前回もそうなんですけど海外の選手と戦うよりもやっぱり国内で戦う方がすごく大変やっぱお互いは分かりきった中でどういうふうにこう戦えばいいかというか1点取る難しさっていうのはすごく今回特に味わいましたこれまで中国をはじめ海外の大会を主戦場としていた伊藤選手世界のトップ選手を相手にも力を発揮してきましたしかし追われる立場の国内では相手に研究され得点を決めきれない場面が増えているといいますどうしても日本の選手に通用する部分っていうのがちょっとずつやっぱ少なくなってきてる自分の変化ボールだったりとかちょっとしたずらしっていうのが本当に対応できる選手がすごくやっぱ増えてそこの対応された時にやっぱりどうしても自分のミスが増えたりだったりとか自分の変化にやられてしまう部分がやっぱすごくあってパリに向けてどこを強化して金メダルを目指していきたいなと思ってますか競った部分だったりとかそういう場面で特にあとは国内選手にどう通用するかっていうのもすごく大事でミスをしないしっかりこう連続で打ち返せるっていう、 こう実力をつけていくっていうのは今後の、まあ、今までもそうだったんですけどこれからの、反省点でもあるかなってすごく思います。国内の選手に多分通用したら海外の選手に通用するんじゃないかなっていうポイントはやっぱたくさんあるので。そこまでしっかり自己分析できてるっていうのはすごいなって今話しながら思ってるんですけど負けて終わるのがすごく悔しくてもうどん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 こう最近ではなんていうのかな国内選手にまだまだこう負けて終わったままがちょっと多いので早く勝って勝ち越したい勝ち越したいっていうかやっぱ早く勝ちに変えたいなって思います
그리하여 이번 선발전의 4강전 멤버가 정해졌는데요. 결승으로 올라갈 주인공은 과연 누가 될 것인지. 준결승에 등장한 히라노 미우. 対するは昨日 이토우 미나를 破った 柴田 사키. 히라노가 특유의 백핸드로 逆を 突くと 高速ラリーもバックハンドで制します。そして会場を沸かせたラリーがこちら。おお、よく返すよな。平野の強打に冷静に対応した柴田がポイント。 平野が 4-1 で柴田を下し決勝進出です。もう一つの準決勝、早田ひな対木原美優は強打の打ち合いとなります。早田が得意のフォアハンドを決めると。 ここもフォア。 一方 反撃に出たい木原は、こちらもフォアでラリーを制します。さらに早田の体を狙い体勢を崩すと空いたスペースに強烈なフォア。それでも 早田が終始フォアで圧倒。ストレート勝利で決勝進出です。 결승 무대는 도쿄올림픽 단체전 은메달을 빛낸 히라노 미우와 그리고 도쿄올림픽 후보 선수로 지켜만 봐야 했지만 서름을 딛고 일본 최고의 상승세를 보여주고 있는 하야타이나 이 둘의 대전이 성사되었는데요. 그럼 결승 현지 무대 방송을 보시겠습니다. 勝てば 파리 올림픽에 近づく 결승전. この試合 최초의 플레이. 이기나리 激しい 打ち合い. 최초의 流れを 掴んだのは 히라노. 強烈なフォアで得点。ここもフォア。再びフォア。平野がフォアで圧倒、第1ゲームを奪います。 すると第2ゲーム、平野のフォアに対し早田が対応。平野のバック側にレシーブ。さらに再びバックを攻める早田。そしてラリーでも平野にフォアを打たせず得点。攻撃を封じると。最後も平野のバック側へ第2ゲームを奪います。続く第3ゲームは大接戦。冷静に拾うよな。 平野が連打で得点を奪えば、早田の強烈なフォア。8-8の同点で第3ゲーム終盤へ。
わすごい。このラリーは早田が粘り勝ち。今度は平野。そして平野がまた追いつきデュースに。これは分からんね。またしても早田がゲームポイント。この接戦を制したのは早田。このゲームを奪います。その後も激しい打ち合い。このラリーを制したのは平野。足滑らせた。平野の体勢を崩し、ここは早田が得点。そしてこのラリーも早田。そして激戦を制したのは早田。優勝でパリオリンピックへ一歩リードです。なるほど。하야타이나가이번노지마컵에서우승하며이로써선발포인트75점으로2위와의격차를20포인트나따돌리며벌어졌습니다苦しい大会乗り越えてその先にパリのオリンピックっていうのがあると思うのでしっかり到達できるように毎日頑張っていきたいなと思います。하야타이나는지난3월에열린세계선수권선발전경파리올림픽선발전일환이었던라이온컵에서도우승한바있었습니다또한이번노지마컵남자우승자로는하야타이나와혼합복식파트너인일본젊은에이스하리모토토모카즈선수가우승했습니다하리모토토모카즈선수도지난1회선발전에서우승하며하야타이나와나란히2연패의달성인데요이번우승자인이들은작년세계선수권에서혼합복식은메달을따내며파리올림픽에서도혼합복식멤버로선발된가능성이현재까지가장유력하다고볼수있는콤비입니다Oh, that's stunning. I lost count of the amount of time.